はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。いやー、3分大輝くん、3分大輝くん、はい、3分大輝くん、面白いですね。面白かった。大輝くん、大輝くん、もう何、なんか嫉妬なの。いやちょっとなんか、いやそうですよね。そうなんだ。いいねの大輝だと思ってましたから。あ、なるほど、なるほどね。でもディレクター陣はいいねの大輝はやはりあちらだった。なるほど、なるほど。じゃあちょっと、ね、それはなんかしょうがないよね。言っとくよ言っとくよ。なっちゃうとしょうがないですね。でもね、ダブル大輝で行けばいいじゃん。はい、いつかね、2人で。そうですね、いつか、うん、でもやっぱ VTR 面白かった。面白かったよね。そうですね。いや、あんな、だってはず、なんだろう、人は恥ずかしさが出ますから、はい、ちょっとね、うん、嘘でも知ったかみたいな。作っちゃうわけじゃないですか。そうです、はい、素晴らしいよね。すべすべてやってましたね。まあ、田中さんも素ですけどね。あ、そうですね。あの、けん玉。あ、すごかった。けん玉よかったです。本当によかったね。よかった。今日ね、あの、昨日から田中チャレンジというコーナー始まりました。はい、田中さん、いろいろなものにチャレンジするわけですけど、はい、ね、昨日二重跳び、はい、二重跳び、ね、頑張りました。ました。今日けん玉、はい、けん玉やります。一回も成功したとこ見たことなかったんです、うん、我々、はい、ね、そうですね。練習できなかったです。本番で、本番で、なんとか、しかもギリギリもう次の映像行く直前に成功するという、なんとか滑り込みでセーブでした。趣味けん玉って、趣味けん玉って言っていいですか。こういうして、いやいや、いいよいいよ、趣味けん玉。もうツイッターのプロフィール欄とかにもう一回かける、趣味けん玉、趣味けん玉、うん、ちょっとこれからで、牧野さんが文句言いに来る。あ、そうですね、プロです、ね、あれはもうけん玉じゃないよみたいな、マグルだよって来ますよ、牧野さん。オープニングで見切れてくれました。牧野和彦アナウンサー、いいねを愛してくれてます。はい、これからもあるんでしょうかね。ね、見切れ具合はどうなんでしょうか。皆さん、交互期待で間隔を空けて明日もお届けいたします。でで。